中年オタッキーです。夏真っ盛り、真夏のね、暑さの中、皆さんいかがでしょうか。北海道が特にね、ものすごい暑さになっているということでね、熱中症などね、皆さんご注意くださいませ。はい、今日の動画なんですけど、予定通り、このコニカ 3A ですね。こちらね、ずいぶん前にね、視聴者の和高様から提供いただいた、カメラになります。もうね、レンズ交換式ではないレンジファインダーカメラなんですが、高級機、レンズ交換式でないけど高級機ということでね、世界初になるかもしれない機構も、搭載していたみたいです。はい、それではこのカメラの紹介になってまいります。はい、今回ね、紹介するこのコニカ 3A なんですけどもね、同じようなカメラが結構たくさん発売になっているようですね。いわゆる派生型の一つということですけど、まあね、同年に発売した、1958年に発売されたみたいですね、コニカ 3A。健康トキナーのサイトにね、紹介が残っております。コニカ3型のうちの一つのタイプ、生きているファインダーと呼ばれた。最高式ブライトフレームを採用。内容は、パララックスと画角の変化を自動修正する画期的なものであったということで、これライカにもね、当時搭載されてないパララックスの自動補正を搭載したということで、結構話題になったみたいですね。で、同年に発売されたコニカのカメラはね、1958年3月にコニカ3、で 2.4、開放値 2.4 のレンズがついた、コニカ3の発売。で、4月にコニカ 3A、このカメラが発売になってますね。で、7月にね、コニカ 3A1.8 ということで、これはね、開放 FT2.0 なんですけども、それを 1.8 にした、コニカ 3A にヘキサノン 50mm F1.8 を搭載した、コニカ3型の一つが発売。で、12月にパール4、ボディをダイカストに改良したパール型というのが、まあ、発売になったということですね。でも本当にね、面白い、非常に面白いところいっぱい持ってます。まあ、まずね、ファインダーですね。もうファインダーがとにかく美しいんですけどね、もう一目でわかります。等倍ですね。もうこれね、向こうの景色が全く変わらない等倍ファインダーを搭載しております。で、20度合致式のレンジファインダーですね。かなり20度ははっきりしております。合わせやすいとですね。まあ、ライカほどではないんですけどね。で、いろんな特徴がありまして、まず巻き上げですね。この当時の巻き上げって言ったら、もうこの上でこうやるか、こう、ネジで回すか、下でやるかという、これね、これが巻き上げハンドルですね。しかもね、ダブルアクションなんですよ。蓋が開いちゃった、ダブルアクションで切ると。で、コニカはね、コニカ1、コニカ2とあるんですけどね、セルフコッキング、いわゆる巻き上げたらね、シャッターチャージも自動に行われて、フィルムを巻き上げるっていうね、セルフコッキングって言うんですけど、それ搭載して中で別々だったんですね、シャッターチャージとかね。これはね、コニカ3になってね、初めて搭載、セルフコッキングが搭載されたということです。でね、このメッキがね、とにかく美しいんですね。わかりますかね？もうとにかく仕上がりにこだわり抜いたカメラのようで、当時のね、ニッカとかレオタックスとかね、そういうのに比べるとね、倍ぐらいメッキが厚いんじゃないかと。で、もうこれね、1958年のカメラですけど、未だに新品同様の輝きを見せております。でね、内部になりますが、これちょっとね、ニコン F と同じようなね、蓋の開け方、これを回して、押したら開くんですが、非常にこちらの作りもね、もう、この辺にね、こだわりが見えますね。非常に細かい細工をしてあります。非常に美しい作り。蓋の方もね、これね、おそらくはね、オールハンドメイドの時代のカメラですよね。マイナスネジなんですが、オールハンドメイドなんですが、非常に工作綺麗。溶接のスポットとかもね、本当にね、美しくなっております。でね、
シャッタースピードはね、500分の1まで、絞りは最小絞りで、22ということですね。ということで、現代の、比較的高価な400のフィルムとかにもね、全然対応できるものです。でね、ここに巻き上げハンドルがあるわけで、軍艦部にも下にもなくてね、デザインが美しくなっているのと、あとこの巻き戻しハンドルがまたね、洒落てるんですね。これをね、起こして、回すというね。で、使わないときは収納。こんな感じでね、非常にね、これ凝った作りになってるんですね。でね、露出合わせがちょっとめんどくさいです。露出はね、まあ、ここのダイヤル調整するんですけど、通常はね、シャッタースピードも絞りも同時に動いてしまいます。それなんでね、この EV 値指標、これが EV 値指標なんですけど、これをね、抑えながら、これを回さなきゃいけないみたいです。これが結構ね、めんどくさくってね、僕なんでこういう構造にしたのかなって、今僕250の F8 に合わせました。これ100のフィルムを使う時のね、大体日中の露出になるんですけども、今回はね、400のフィルムを使ってきました。ケントメア400を使ってきたんですけどもね、まあケントメア400たまたまあったからほいって掘り込んだって感じだったんですけどもね、まあどんな写りになったのかね、このレンズね、和製ズミクロンとして結構名高いと思い、いう話です。和製ズミクロンって言ったらね、リケノン、XR リケノン 50mmF2 を思い出す方も多いとは思いますが、こいつもね、F2 なんですね。これ 48mm の F2、5群6枚構成ということで、まあ、ズミクロンによく似た構成、ということにはなるんですが、どんな写りをしたのか、ここからはね、作例を紹介してまいります。はい、作例です。今回は使用したフィルムはケントメア400ということで、やや柔らかめの仕上がりですがね、とにかくね、解像度はね、もう本当にね、解像度は本当にいいんですが、これレンズに光が入ってるんですけどもね、結構逆光にも強そうです。で、まあ、ご覧のようにね、機械物を見るともう明らかわかるんです。解像度はいいんですが、これ背景ボケとかのね、雰囲気がよく映るんですね。これなんかもうね、ほんと狙った通りの雰囲気に、映っております。48mm にしては比較的ちょっと広く映ってるような気もしますが、とにかくね、秀逸な写りということで、構成がね、だいたいズミクロンと同じなんじゃないか、第2世代のズミクロンと同じなんだとは思いますが、まあ言って、いわゆるコピーレンズになるんですけど、それにしても写りはいいですね。これ、400のフィルムでね、これだけピシッと、した絵が撮れております。今回ね、あまりいい被写体には出会えなかったんですがね、このレンズの写りはね、十分堪能していたけど、これは解放ですが、解放でもね、ざわざわあんまりしないんですね。うん、非常にね、雰囲気がいい、写真が撮れる。で、解像度が高い。まあ、その辺なんですけどもね。まあ、このカメラの売りはもちろんレンズではあるんですが、それ以上にね、ファインダーの秀逸さ、生きているファインダーと評されたと。これね、パララックスの自動補正がね、これね、これもう、ピント合わせたらわかるんですけど、ファインダーがね、こう、動いていってね、ちょっと大きくなるように見えてる。僕の目の錯覚かな、これ。うん、やっぱり大きくなるな。ファインダーのね、枠がちょっと大きくなるんですね。これ、凝った作りだと思いますよ。でね、中古で入手する方なんですけども、結構な高値になります。まあ、ヤフオクで買うのはあんまりおすすめしないかな。できればね、中古カメラ店とかでね、購入する方がいいと思いますが、レンズ固定式のレンジファインダーとしてはかなりの値段になっていくと思います。ただね、その加工精度とかがね、非常に良いものになりますので、精度が良いものが多いと思いますね。このダブルアクションのね、巻き上げ。コニカ初のセルフコーキングかな。でね、非常にクリアな等倍ファインダー。パララス
X 自動補正搭載、あと和製ズミクロンと言われた秀逸なレンズ、もうどれを撮っても死角がない、このカメラ、ぜひね、入手してね、使うことをお勧めしますが、値段的にはね、そのキャノン F1 とかニコン F とかと似たような値段になっていきますので、ちょっとそこは悩みどころですね。レンジファインダーのファインダーね、でもね、本当にね、素晴らしく美しいんですよ。これね、ちょっと見せましょうか。わかりますかね？わかるでしょ？これでわかりますよね。非常に美しいファインダーになっておりますので、ちょっと素晴らしい誘惑だと思いますが、これね、お金に余裕がある方はぜひ入手をということで、写りも秀逸ですし、操作も面白いですが、ちょっとだけね、シャッタースピード絞りの操作に、難しさがあります。そのぐらいですかね。まあ大体ね、これ露出系なし AE もなしなんで、同じ時間に撮るんだったらね、もう一遍露出決めたら設定を変えることはほぼないんで、別にその障害にはならないとは思いますけどね。実際一回僕はね、露出を決めたらそのままもう同じ露出でバンバン撮ってましたからね。非常にね、面白いカメラでありますし、美しいカメラであります。で、写真も美しい仕上がりになりますね。これね、チャンスがあればまたカラーで撮ってみようと思います。はい、今日のカメラ紹介のね、動画ここまで、ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターは侍ジャパンさんですね。いや、暑いですね。今日、地元は今日 36.2 度でした。北海道だろって話ですけど、今年北海道すごいみたいですね。路面近くは40度を超えていたように感じますね。地元の神社の花手水。タイトルは、花手水輝く。1枚目ですね。ミラーレスペンタックス K01。レンズはスーパータクマ 35mmF3.5。クローズアップレンズ使用。2枚目がね、前回と同じく地元の港で、ツアイスイコンタ 6x9 で、撮影、ほんの数分間の間の彩り、帰る2分前ということですね。富士カラープロ 160NS 仕様ということで、作品なんですけど、1枚目、1枚目ね、なんかちょっとね、淡白にも感じますが、非常にきらびやかに輝くような写真になっており、美しいですね。非常に美しいと思います。で、2枚目がね、これが素晴らしい写真ですね。前回も似たような写真ありましたけどね、これ構図がね、非常に真ん中にね、構造物があるんですけど、これが特徴的で構図が非常に良いんですね。で、タイトル画面行こうかなと思ったんですけどね、もっといいのが来てるんですよ。侍ジャパンさん、すいません。というわけでね、侍ジャパンさん、ありがとうございます。次はね、ヒデさんさんの作品です。ヒデさんです。中年おたきさん、こんばんは。毎回楽しく拝見しております。この投稿した日は東京で3000人を超えました。写真を撮るのも命がけの世界になってしまうのでしょうか。怖いですね。いや、もう3000人どころじゃないですよ。多分今週5000人、6000人行きますよ。これやばいですよね、ほんとね。撮影の日は台風で天気がコロコロ変わる日でした。カメラに詰まっているフィルムが高めなので、シャッターチャンスが捉えきれず、予備に持っていたデジタルで撮った2枚を投稿させていただきます。カメラ、リコー GR3、レンズ GR レンズ、18.3mmF2.8、ハイブラック&ホワイトで撮影しました。作品名は、1枚目が歯に宿る、2枚目が参拝に向かう、よろしくお願いしますということで、1枚目なんですけど、 GR3 はね、本当にね、定評のあるレンズ、が搭載されておりますがね、もう本当にね、いい、雰囲気もいいですし、解像度も素晴らしい感じで撮れておりますね。2枚目なんですけどもね、これが素晴らしいね。もうね、両方ね、手を取られた子供がね、楽しく階段を上がっていく様、これタイトル画面に使用させていただこうと思います。はい、ヒデさんさん、ありがとうございます。良い写真ですね。次がね、時神さんですね。時神です。猛暑とコロナ禍の中、お仕事お疲れ様です。視聴者作品投稿に3枚投稿します。タイトルは、夏の風景。カメラ、オリンパス 35K。1957年製の古いカメラ。レンズは D 随行 40mmF3.5、4枚玉。フィルムはロモグラフィーメトロポリス ISO400 設定。で、データはカメラの北村でやってもらいましたが、ノーマルに仕上がってしまいました。
やはりこのフィルム真夏の屋外撮影に使うな不向きですねということで作品なんですけどもね、あのね、ちょっとモノクロチックに映ってるんですね。もうこれ見ればよくわかると思うんですけど、カラーの色はそこまで乗ってないんですね。これ確かにね、色は出ない、フィルムになりますが、それを利用するとね、結構いい感じに撮れるんだと思います。特に3枚目はいい感じに映っておりますね。ただね、モノクロを使うという手もあるんでね、難しいところですね。モノクロチックに撮るんだったらモノクロで撮った方が安いかも。まあ難しいところですけどね、このフィルムはやはりね、夜のね、照明とかね、人工の光で撮るのが美味しいような気もしますが、どうでしょう。はい、トキカミさんありがとうございます。次はね、ハチハチさんの投稿ですね。こんにちは、ハチハチです。以前から気になっていた、苔むした神社にやっと行きましたので投稿します。梅雨に入って真夏の湿度の高い日で、苔がいい感じに開いてました。EOS R24105F4L で撮りました。2枚目はね、最近は照明を使った撮影を勉強中です。以前より少しは成長したかなと。タイトルはこれからもっと綺麗に撮ってあげるからな。カメラは EOS R シグマ 35mm アート。バイクチャンネルにも違う写真を投稿しておきますということですけど、まだ見てないですね。で、作品なんですけども、1枚目なんですけどもね、これね、まあ、構図をね、重視して撮ったと思うんですけど、もうちょっとね、クローズアップしてね、真ん中の被写体の人物に、スポットを当てても良かったかもしれませんが、苔のね、色が非常に美しく映っておりますね。で、2枚目なんですけどもね、ハチハチさん得意のね、ちょっとエロティックな写真なんですけどね、光がね、本当に、うっすらとね、その、お姉さんの光がね、あの影が、壁に映ってるあたりが非常にいいと思いますね。ヒールの影も非常に出ておりますし、印象的な写真になっていると思います。はい、ハチハチさんありがとうございます。僕はね、ヌード写真撮ったことないんで、あんまり評価できないんですよね。そこが難しいところなんですが。はい、次はね、ケンちゃんさんから2枚ですね。写真投稿です。以前の写真がどこまで紹介されたかわからないけどってことで、多分全部紹介してるんじゃないかな。カメラ、ニコン F3H。ハイアイポイント、ズームニッコール 3570F3.3 から4.5、コダックゴールド200ですということですね。2枚とも山田池公園で撮りましたということですね。作品なんですけどもね、これがすごいですね。これね、鳩撮ってるんですけど、3570でこの鳩はなかなかだと思いますね。よく撮れましたね。よく逃げなかったな。2枚目もね、これスズメなんですが、ケンちゃんさん、気配消すの上手なんですかね。かなり、接近して、これ望遠レンズで撮るんだったらこれ普通だと思うんですけど、3570で撮ったのがすごいなとは思いますね。ケンちゃんさんありがとうございます。作品投稿のコーナーは今日はここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日もね、たくさん来ておるのでね、俺のカメラ2名紹介しますね。トップバッターはうーちゃんさんですね。こんばんは、俺のカメラに投稿します。富士カ 35EE です。以前オタッキーさんが紹介した 35SE をさらに改良し、1961年に発売されたシャッター速度優先カメラです。これの特徴は何といってもオート設定時にレリーズボタンが上にポコンと飛び出す機構。半押し時に針を挟み込んで絞り値を決めるというものですが、開放でも対応できない場合にはファインダー内の丸が赤に変化して教えてくれます。実は赤丸の時の絞りは、絞り込まれた状態なので、間違ってシャッターを切るとドアンダーな写りになるので要注意。結構ややこしいカメラだな。最近一本撮り終わりましたが、レンズがかなりの名曲なので、また作品投稿のコーナーに送りますということですね。これ、富士カのレンズはね、本当にね、いい写りをするものばかりなんですけども、この時代の富士カ、とにかくヘンテコリンなカメラが多いですね。写りはいいんですが、非常に独創的なデザインですね。これは面白いな。富士ノン 45mmF1.9 というレンズが搭載されているようですが、ほんとね、立て付け感がすごいですね。面白い、カメラになると思います。もうチャンスがね、あったら入手しようと思います。ういちゃんさんありがとうございます。次はね、ヘボさんさんから投稿ですね。おたきさんこんばんは。いつも楽しく拝見しています。俺のカメラにまた投稿させてもらいます。
見ての通りおなじみのペンタックス SP ですが、あちこちに散々出回っているものとは違うことにお気づきでしょうか。ちなみに SP の中でも数少ないらしい初期モデルになります。外見的には露出系スイッチがスリムなこと、軍艦分巻き上げレバー下に固定ビスがあることぐらいですが、分解すると内部は結構別物と言えるぐらいに違うらしいですね。この答えは残念ながら露出系の CDS が劣化しているようで、ドーバーの表示になっているため、体内露出系のトレーニングのため使っていく予定です。シャッターはオタッキーさんの SP に負けず劣らず軽快な音を奏でてますよ。ついでに紹介すると、全く別答えではありますが、私が中学生の頃に写真を勉強した、今は全くなまってますがですよ。のがこれと同じ初期モデルの SP でした。2台持ってるんですね。2台持ってるんじゃなくて、以前持ってたやつか。ご紹介よろしくお願いします。補足。もう一つ外見の違いにマウントネジ穴があること。ここは SPF と同じです。あと、機能的にフィルム感度設定が高感度側が800までしかありません。量産型は1600まで。知ってても大して役に立たないうんちくですが、ということですね。SP のね、前期後期あったんですね。これ確かにね、絞り込みスイッチのところにこのオンって出矢印、これはね、確か量産型にはないはずですね。で、絞り、シャッターの巻き上げレバーの下のネジはちょっとわからないんですが、ちょっとわからないですね。でもこれ初期型にしては非常に状態も良くて、ちょっとお宝になりますね、これね。いいカメラだと思います。ペンタックス SP ね、前期型後期型ともにいいカメラだと思いますが、全面平均速光のね、露出系を搭載しておりますので、露出系は当てになりません。だからね、オーバーになるかアンダーになるか別にいいと思います。体感露出で撮りましょう。はい、今日のね、俺のカメラのコーナーはここまで。ここからはね、久しぶり、教えてオタッキーさんのコーナーになります。はい、教えてオタッキーのコーナー。今日はね、これ、折口さんでいいのかな？名前そのまんまだな。質問です。今日、セカンドストリートで、キャノン AE1 を6000円で動作確認済み返金保証がついていたので購入しました。結構安いんじゃないかな、これ。しかし、いまいち使い方がよくわかってないので、教えてオタッキー。できればカメラ内に光が入ってしまう時の対処法も教えていただければ幸いですということなんですけどね。このカメラの使い方なんですけどね、まあ、簡単は簡単なんですよね。基本的にはシャッター優先 AE で撮ります。まずレンズの絞り輪を A に合わせますね。で、撮りたいシャッター速度で撮るだけです。でね、露出系の針がありますが、赤く点滅していると露出オーバーか露出アンダーかということなので、シャッター速度の再設定が必要になりますね。で、シャッターは、このロック機構があります。ロックを外して、シャッター半押しで速攻で深押しで、シャッターが切れるということなんですけども、このね、ロックのやつを反対側に回すとセルフタイマーになりますね。セルフタイマーはね、10秒のみです。でね、この手のやつってだいたい10秒そろそろなるぞって言ったら早く点滅したりビビーになったりするんですけど、こいつはずっと同じですので10秒間数える必要がありますね。でね、こちらにいろいろとついておりますが、上からね、これ逆光補正ボタンで、次にこれはね、露出系動作ボタン、プレビューボタンみたいなもんですけど、まあ露出系を動作するシャッター半押しでやりにくいって人はここでやるって感じですね。で、この下にあるのが絞り込みボタンですね。これね、今 A だからできないかよ。絞り込みボタンを押すことによって、FL レンズのね、絞り込み実絞り速攻とかも可能になりますね。まあ、今期の特徴はね、まあ、基本的にはシャッター優先 AE で撮るっていう撮り方になるんですが、まあ、フルマニュアルで撮るっていうのもありですね。で、この軍艦部の上にあるのは電池チェックボタンになりますね。これで、針の位置が上の方であればあるほど電池の残量があると。もう電池がないとね、全然動かないカメラになりますのでね、電池蓋はここにありますが、電池蓋の爪を壊しやすいので、
注意が必要です。キャノン A1 の使い方、基本的にはこんな感じなんですが、逆光補正ボタンね、これでプラス2 EV だったかな、この上にあるメッキのボタンなんですけどもね、これで逆光補正することができます。AE 時にね、ちょっと暗すぎて実証ができませんが暗すぎて実証ができませんがね、シャッター速度が遅すぎるか。うん、逆光補正ボタン、いわゆるね、レンズに光が入ってしまう場合の対処はもうこの逆光補正ボタンぐらいしかありません。でね、露出系も狂ってる個体も結構多くなっておりますので、晴天日中で、アスファルトを見て、日光が当たってるアスファルトを見てね、 ISO100 に設定して250分の1の F8 で撮れるようであれば露出系は正常だと思いますが、結構ね、露出系が狂ってることで僕のもね、2段ぐらいね、オーバーに映ってしまうので露出系が狂ってるんですが、その辺は注意が必要です。まあね、露出系を使わずにね、体感露出で撮るんだったらフルマニュアルで撮影すればいいと思います。まあざっくりこんな感じなんですけどもね、やっぱりね、 AE があるということで AE の使いこなし方が重要になってきますね。そんなわけで順光の時は何もせずにシャッター優先AE、で逆光の時はこの逆光補正ボタンを押すっていう感じになると思います。はい、今日のね、動画はここまでになります。いかがだったでしょうか。久々のね、教えてホタッキーさんのコーナーね、やりましたがね、まだ他にもいっぱい来ておりますので次回以降に紹介しようと思います。で次回はね、こいつの、ね、動画になっていきます。久しぶりにね、ゾルキー 3S を使用して、今回はね、このね、ジュピター8でモノクロ写真を撮ってきました。ね、モノクロ写真ですが、これね、ソビエト社会主義共和国連邦のカメラですね、製造者ね。で、そのカメラにロシアのフィルムフォーカスを入れて撮ってきた。まあ、ソ連とロシアの合作みたいな感じでね、どんな写りになったのか、ちょっとね、ライブでも言いましたが、こうご期待ということですね。はい、今日の動画はここで終わっていきます。いかがだったでしょうか。チャンネル登録のね、増え方ちょっと鈍っておりますがね、じりじり増えていっております。5000名を目指して頑張っておりますのでね、まだチャンネル登録されてない方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。コメントね、一旦完全に終わらせて追いついたんですけど、またぶっちぎられております。頑張ってね、コメント全部返していこうと思いますんで、何か感じたことありましたらぜひコメントの方お願いします。あと高評価ボタンはね、ポチッと押すだけなんでいつも言っておりますが、今すぐ押していただけたらと思います。はい、今日の動画ね、こんな感じです。そんなわけでね、今日の動画終わっていきます。またね、次の動画はね、ゾルキ、ソビエト社会主義共和国連邦のカメラになっていきますので、こうご期待ということでね。はい、それではここまで、次の動画でまたお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。